さあ皆さん、こちらの看板見えますか？ノルマンと書いてあります、そうなんですよ皆さん、こちらご覧ください。西金沢の洋菓子店ノルマンが半年の、ね、休業を経て復活しました。待ってました、よかった。はい、まあね、こうニュースを、ね、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけども、あのノルマンはですね、今年の5月に隣のお店が火事になりまして、その影響でノルマンも営業できない状態になりました。そうなんです、いやでも立派なお店になりましたよね、それでは呼びましょう、中村さん、復活おめでとう。はい、ありがとうございます。いや、復活おめでとうございます。ありがとうございます、本当にね、ということで2代目のご主人中村誠一さんです、なんか嬉しいですね。いや誠一さん、ね、これなんか復活しましたけども、いろんな人の支援あってこそなんですよね、そうなんですよ。もうすごいたくさんの方からもう激励とかいろいろ聞きまして、なんとか頑張ろうというふうに、はい、そう思いました。もうね、もうたくさんの人がね、待ちに待った、この今月23日に再オープンということですけども、反応はどうでした？反応はね、朝早くからたくさんの人が並んでもらってね、うわ本当に半年間頑張ってきてよかったなというふうに思いました。はい、いや僕たちも嬉しかったですけども、ほんでね、あの外は寒いんでね、寒い今日はちょっとお店の中見せていただいてもいいですか？だいぶ入ってきましょう。はい、どうぞ。さあね、いつもは6時で閉店ということで、今日は、ね、特別に開けてもらっております。いらっしゃいませノルマンの人みたいにやらんでいいやそんな、お店ピカピカ、いやー素敵ですね、またね、この店内はこの広さは以前と変わらずといった感じなんですけども、本当になんかおしゃれな空間になりましたよね。素敵、そうですね、こちらね、今ですね、売り切れた感じに見えますけども、あのケーキね、実は残しておいてもらったんで、後でゆっくりお見せしましょう。さあ、それではですね、皆さんにね、ちょっとご家族の方も紹介していただきましょうか。おーい、みんな、そうね、ご家族みんなでされてますね。久しぶりです。ということで、誠一さんと一緒にね、このノルマンをこう盛り上げ続けてきた、まずゆかり夫人、お久しぶりです。お久しぶりです、相変わらず別編さんで、さんです、さあ、そして息子の和樹さん、3代目ですよ、相変わらず男前で、そしてですよ、僕大好きなおばあちゃん、ばあちゃんどこ行ったんですか？ばあちゃんはね、今頃元気で寝てます。元気に、もういつもこの時間はもう寝てる時間なんですね。そうですね、早くから動いてますからね。早寝早起きって言いますけど、ここまで早く寝るんですか？本当早く起きてますからね。いやそうですね、でも家族でのケーキ作りっていうのは今でも変わらずですか？そうですね、やっぱり家族力を合わせてやってます。いやいいとこですよね。そして奥のね、工房も新しくなったということで、ちょっと見せていただいていいですか？はい、どうぞ。特別に今日見せていただきます。工房の方もね、さあさあさあ、お邪魔します。お邪魔します。わあ、入った途端すごい甘い、いい香りがしてますけども。いい香りしてますよ、ケーキ屋さんのこの工房ってこんな感じだよ ね甘い香り、そしてピカピカの工房ですけども。そうですね、結構動きやすいですか？広くて。そうですね、動きやすくて本当大変良かったなと思います。さあ、そしてですよ、あ、ちょっとなんか見慣れぬ方がいらっしゃるんですけど、こちらの方は新しいスタッフのマリカちゃんです。新しいスタッフメンバーで、はい、こういったことをなんかお店のデザインとかを全般にやってもらってます。あららら、そうなんですね、新たな仲間が加わったということで、よりパワーアップしたノルマンさんですね。そうですね、さあそれではですね、皆さんね、ケーキ早く見たいでしょ？見たいんですよ。さあ見せていただきましょうかね。じゃあちょっとみんなで行きましょうか。表の方に行きましょうか。さあ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 、
さあ家族みんなでね、もうねずっと作っているそのケーキ、ね、さあ見せていただきましょう。ねえ、ブンブンボールに新たな仲間が加わった。違う、俺らのパーティーみたいになってるけど、違います、ドラクエみたいな感じ。あ、そういうこと、はい、それではケーキの方出していただきましょう、はい、お願いします。おー、いや来ましたよ、来ました。さあ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 、僕ノルマンファンとしてはね、見慣れたものもあります、うん、そしてね、はい、新たに加わったものもありますね。はい、新しくなったものもあるんですか。そうですね、うん、はい、まずこちらがチョコレートケーキ、はい、でプリン、はい、いちごショート、はい、抹茶で昔からあるフレーズです。そしてはい、こちらはシュークリーム系エクレアでタルト系とバスクチーズになりますね。なるほどね、はい、この前からあるものもあればもうすぐ手伸びとるけど、ごめんなさい、ちょっと高くて こう一新したメニューもあるということで、こちらのねフレーズね、これはもう本当前からもう形も変わってないですね。そうですね、はい、このフレーズがね大好きで、ちょっと手どきま、ちょっと、はい、ちょっといただきたい、はい、いいな。いやーね、半年ぶりのね、このまたスポンジが美味しいんですよ ね、ノルマンさんね。これね、中にこれバナナが入ってるんですね。はい、そうそう、いろいろ取りたくなる、ね、はい、さあそれではすっごい贅沢な一口になってますね。久々にいただきます。はい、大きい口ね。お腹空いてたんだな。どう、染みますよね。やっぱこれだ。ねえ、全く感ある。本当にスポンジのふかふかさ、うん。うん。そしてこのクリームどんどんいけちゃうんですよね。甘すぎない。僕ノルマンのケーキ大好きで、うん、過去にあの一気に12個食べたことありますから。うん、よく食べた。そうそうね、食べ放題バイキングでな。食べやすいね。いや本当にもういくらでも食べられちゃいますね、ノルマンさんのケーキ。うん、美味しい。はい、うん、さあそしてケーキはねもちろん美味しいんですけども、うん、新商品も、はい、和樹さん。そうですね、はい、新商品あちらなんですけれども、はいはい、焼き菓子に力を入れようと思ってニャドレーヌっていうのを発売しました。マドレーヌじゃなくてニャドレーヌ。はい、こちらはね。そうですね、はい、猫をモチーフにしたマドレーヌで、今回火災でちょっと2匹の猫が亡くなっちゃったんですけど、うん、それをモチーフにしました、うん、なるほどね。そうなんですね、新たな看板メニューになるんですかね、はい、これからも一緒にノルマンを盛り上げていってくれるということでね、焼き菓子も力を入れてますんでね、はい、ぜひぜひ皆さん焼き菓子の方もお願いします。では最後に皆さんに一言お願いします。新生ノルマン、これからも頑張っていきますんでよろしくお願いします。いやー、ご主人声出てますね。そりゃ出るやろ。そりゃ、これから先はあの、はい、クリスマスのケーキも予約受け付けてるんですよね。あ、そうですね、はい、はい、クリスマスもぜひ皆さんノルマンでお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは皆さんで最後に言いましょうか、はい、新生ノルマン皆さんのお越しを、せーの、待って